最近オペラの稽古の他にですね、激しくやっていること、それは動画の編集です。というわけでピオラジ48回目です。もともと自分の YouTube チャンネルもございますので、趣味でね、なんか身の回りのこととか少しずつ動画を作ってアップしたりしていたんですけれども、こうやってオペラの本番が迫ってまいりますと、チケットをね、なるべく1枚でも多くの方の手元にお届けしなければならないということもあり、宣伝も兼ねてそのプロダクションの方の宣伝動画っていうのをまあですね、作ったりもしているんですけれども、自分の Vlog、 日常生活の動画とは違って、いろいろと制約じゃないけれども、人が映っていることなので、映ってる方皆さんにご了承いただくとか、あとやっぱりこうそのオペラを見たいって思うような、興味を引けるような動画に作り上げられるかどうかであるとか、あとなんか映っちゃいけないものが映ってないかとか、いろいろ気にしなければならないことが自分の動画じゃないっていうことで増えていくわけなんですけれども、幸いなことにですね、今回のプロダクションは結構皆さん協力的で喜んでくださるので、ショート動画と長尺動画両方合わせまして、いろいろね、ドキュメンタリータッチであったりとか、ちょっとホッとするようなほっこり系のショートとか、 いろんな角度から作ってみようと思って、比較的自由に動画を作らせていただいています。そうするとまあなんだかんだ言ってですね、これはいいかもと思ってちょっとカメラ回しといて、使うかどうかわかんないけど素材を貯めとくみたいなことをたくさんやってるうちに、パソコンの中とかもすごいいっぱいになってきちゃうので、定期的に整理しないといけないですし、あと編集に使ってる機械の方も中がぐちゃぐちゃ忙しいことになってしまうと、どんどん重くて動きが悪くなってしまうので、そっちもね、今使ってるものだけに集約して、で他のものはクラウドに逃がしたりとか、外部ディスクに移したりとか、なんかそういう細かい作業が増えてきて、でもそういうふうに一回手をつけるとなんとなくこう弾みがついて勢いづくというか、全然関係ない自分のねプライベートの動画も作りたいななんていうふうに思うようになってきてしまうんですけれども、何なんですかね、こういう発信作業っていうのがもともときっと私はすごい好きなんだと思います。というわけでまあブログも書いてるし、写真も撮ってるし、ビデオも撮ってるし、なんかなんとなくこう小忙しくしている中で、ああ私ってこういうところに興味があるんだなみたいなことも分かってきて、自分の作品というかその自分の生み出したものって自分の鏡みたいなものだなと思ったりして、面白く感じたりします。あとそうやって自分が制作した YouTube 動画がまあおすすめ動画としてね上がってきたりする時もあるんですけれども、それで普段は一応パソコンの画面ぐらいの大きさと、あと iPhone の画面とで動作確認というかどんな感じで見えるかを確認するんですけど、自宅で YouTube 見るときに使ってる壁に映す大きなプロジェクターとかで見るとまたこりゃすごい迫力だねみたいな感じとか、いろいろ印象も違ったりして面白いものです。なんか前にもね、なんかバレエの YouTube 見るのすごい好きみたいなこともお話ししたと思うんですけれども、何かのドキュメンタリー、もう職人さんでもいいし会社員さんでもいいし、なんかプロジェクト X とか仕事の流儀とか、ああいうやつですよね、ああいうの見るのもともとすごく好きで、それでなんか
前回も役者さんってすごいなって思うみたいな話をラジオの最後の方にしたと思うんですけれども、自分以外の自分が普段関わってない世界でのプロの方に対するすごいなんかこうレスペクトを喚起されるようなものっていうのが私はとっても好きなんだと思います。なのでまあ少しずつでもね、その私たちがやっているクラシック音楽とかオペラについてもそんな風に思っていただけることがあったら嬉しいなという風に思いながらね、いつも編集をしてるんですけれども、何しろほら年齢がね波平さんなもんですから、だんだん目がね悪くなってきちゃって、で字幕とか入力とかなるべく気をつけたり、あとこれからプログラム作ったりとか印刷物の作成も始まるんですけれども、そういうのをやってる時の構成ですよね、もうねびっくりするような間抜けな間違いとか時々してるんですよ。なんで本当に気をつけなきゃいけないなと思って、でメガネもしっかりレンズを変えてですね、よく見えるようにして、あと自分だけを信じすぎないで他の方の目を借りてしっかりやっていこうっていうふうに改めて思っています。いやでもね、本当に毎回言ってますけど、涼しくなったのが嬉しくて、もう暑いだけでなんか私の場合はもう生産性が4割ぐらい下がっちゃうみたいな感じで集中もできないし、でエアコンつけて涼しくすればいいんだけど今度は寒くなっちゃったりとか、ちょうどいい感じがないとイライラしちゃって、でイライラしながら何かやると絶対ケアレスミスするんですよね。そういうことありませんか？なので本当にこの秋っていう季節がありがたく思っています。ただ残念なことに最近春とか秋みたいな楽しいね、気候のいい時期がどん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 年々短くなっているように感じるんですけれども、違います？なのでまあまたすぐ寒くなってしまうんでしょうが、そんな中でもねちょっと忙しい合間を縫ってこの秋の空気をね楽しんでいきたいなというふうに思っています。なんか食べ物も秋の食べ物がいっぱい出てきてね、梨とか美味しいですね今ね。あとどうだろう、なんか私スーパーとかに行かないで今全部通販でねお買い物してるので、なかなかお野菜とかお魚の実物を見て買うのが難しいので、そこら辺がちょっと残念なんですけれども、もし機会があればちょっと覗いてみようかな。秋の美味しいものたくさんきっとありますよね。というわけで、今日はちょっとそのオペラ以外で何をやってんのかみたいなお話、短かったですけれどもしてみました。またね次のラジオがいつ出せるか自分でもわからないんですけれども、合間合間を見て録音していきたいと思います。というわけで最後までお付き合いありがとうございました。お相手は池田香織でした。